キーパッドはコンピュータの入力機器の一種。汎用のキーボードに対してキーパッドは用途に特化した構造をしており、ボタンやタッチパネルを押して入力を行う。代表的なものに数値の入力に特化したテンキーパッドやゲームに特化したゲームパッドがある。テンキーパッドは0と1から9の数字及び用途に即した記号ボタンを配したキーパッドのこと。 キー配置は電話型と電卓型の2種類があり、数値の入力や計算用途に用いられる。通常のキーボードの右側に配置されるだけでなく、点キーのみを備えた外付けのキーボードがある。競技の意味でキーパッドと呼ぶ場合は、この独立した点キーパッドを指している。点キーパッドの用途は広く、電卓や電話のプッシュボタン、テレビのリモコン、 電子錠や ATM の入力などに使用されている。ゲームパッドはコンピュータゲームの操作に特化したキーパッドである。コンピュータのものはゲームパッド専用ゲーム機で使用されるものはゲームコントローラと呼ばれるが構造的な違いはない。一般的なものでは左側に方向入力ボタン、右側へ数個のボタンが配置される。 さらにパッド上あつらや中央へボタンを配置したものや、アナログスティック、振動装置、スピーカーなどの機能が組み込まれる場合がある。また、携帯型ゲーム機では、本体にゲームパッドが組み込まれ一体型となっている。ありがとうございます。